はい、バンクーバーから後ろもチャイム鳴ってますけど、なんあそこ日本はまだ夜なんです。そうね、0時ですね。こっちは8時か。はい、ということで、ダウンタウンバンクーバーの、まあ、ど真ん中のエリアから、はい、眠い中、電気とガスが止められたって言った？あ、はい、両方止められました。うん、それ大丈夫なの？よくお母さんその状況でいれるね。まあそうなんですよね。あ、もうそっか、電気は戻ってますね。まああるから、電気はもう、はい、払ったので今日戻りました。そうそう、河合先生がだからさすがに電気ないと暮らせないからっていうので貸してあげるって言ってて、はい、まあ、はい、明日はね最悪なくても生活はできるだろうからって言ってて、はい、で電気代いくらだったんですかそれ？1万9000円。1万9000円も電気代？それ何ヶ月分？いや、1ヶ月分で。1ヶ月で1万9000円も行くの？電気？送りましょうか。何に使ったの？9000円。ワンちゃんがいるので。え？え？何がいるって言った？犬はいるので、夏場とかだと、やっぱりクーラーをつけっぱにしないと、さすがにかわいそうなんで。そういう理由でってこと？うん。なるほど。こんだけ分かりました。で、それが、バイト代が入るまではきついっていうか、まあ、払えないってことだったんでしょ？はい。バイト代がきつくて。これでだから。でも、やばいな。英検の勉強もできなくなるし、夜、やばいなってなって。英検の勉強は蛍の光でやるべきですけど。いいよ。蛍の光ででも、つったけど、意味わかんない、ね。蛍ないっすよ。そういうことか。なるほど。まあ電気がないのはさすがに何もできないから。今は別にエアコンなくてもワンちゃんは大丈夫なの？はい、今、はい、ちょうど涼しくなってきた季節なので今はもう元気っていうか、今はなくてもエアコンはなくても。まあそれが1万9000円いくら。ガスは？ガスはまだ払えてないんですけど、まあ、バイト代でなんとかしようかなって思ってて。人代でなんとか、ガスはいくら？8月分が5298円。そんなに作るの？ 9 月分が5756円。そうなの？ですね。で、それはもう止められてる状況とか、1万で。そうか、合計すると。はい、止められてます。合計すると3万ぐらいってことだったのか。はい、3万とですか、ね。全然俺より使ってるんですけど、電気代とか。ガス。マジですか？全然使ってるよ、俺より。そんなに払わないよ。なるほど。なんか高いんですよね。ガスはお湯出しっぱなしとかないわけ？ないです。そんなことしないです。なんでそんなにすんの？ガスってそんなかかる？めっちゃ料理するとか？いや、料理はしないですね。たまに炊飯器で料理をしたりはします。それ風呂めっちゃ入るとか？ガスは。いや、風呂はシャワーだけなので。なんでそんなガスだかもわかんないし。あれは、乾燥機、浴室乾燥はよく使え、毎日使ってますけど。洗濯で。でも浴室乾燥電気でしょ？いや、ここは、ガスなの？なぜかガスなんですよ。別に洗濯物を乾かすとかじゃないでしょ？ただ浴室。いや、洗濯物を乾かすのに、風呂は、はい。毎日洗濯物を乾かしてる？浴室は、はい。毎日洗濯してんの？毎日洗濯してます。そんなに一人暮らしで毎日洗濯なんかいる？もったいないですかね。もったいないでしょ。毎日洗濯なんて。洗濯なんか1週間に1回でいいじゃん。服がないんで。服がない？1日1日洗うわけ？はい。1日1日洗ったら、それ水道代ももったいないじゃん。まあ、水道代はどんだけ使っても2000円って決まってるんで。定額なんだ。はい。水道代は、家賃さえ払ってれば止まらないっていうシステムらしいんで。まあまあまあ、水道っていうのがね、一番最後に止められるものではあるんで。なるほどね。そうなんです。そうそうそう。だって命に関わるから、水道は。あ、確かに。ここバンクーバーは水道代無料ですけどね。めっちゃいいですね。でカナダって余ってるから水。この雪山から流れてきますから。雪山からか。綺麗なんですね、めちゃ雪が積もるから、その雪が溶けて水になって、水が山ほどあるから、はい、バンクーバーは水道代かかんないんですけど。わかんない。まあまあ、当時住んでた時はそうだったけど。で、じゃあ、
電気代が2万ぐらいで、ガス代が1万ぐらい。はい、まあ、1万。そうだね。はい、そうですね。まあ、いや、ガス何に必要なんだって、その毎日洗濯しなきゃいらないってこと？いや、ガスは風呂入る、シャワー浴びるぐらい。え、でも浴室乾燥って言ってたじゃん。浴室乾燥に。あ、あと、浴室乾燥もガスなんで、その2つですか、ね。浴室乾燥、毎日やらないでください、それ。洗濯を少なくしてください。それを。はい。そんな安い T シャツ買えばいいじゃん、そんなの。ああ、そうですね。その方がいいんじゃないの。安い T シャツ分かんないけど、何百円のが売ってるのか分かんないけど、分かりません。の昔の。シーンだっけ？あ、分かる。シーンでもそんな安いのあんの？何百円って。なんかね、500円とかあるイメージ。あるな。まあまあ、でも自分自身は昔、その数百円のなんか着てたから、なるほどね。ああ、まあそんなに洗濯するっていうのがよくわかんないよな。洗濯して乾かしてみたいなな。とりあえず。ちょっとこっちから振り込めるかな、はい、そもそも海外から。え、何何？意外と綺麗好きなんで毎日洗濯しがちなんで。意外と綺麗好きだったらもうちょっと綺麗にしよう。もうちょっと体綺麗に洗え。すいません。で、5000、違うわ、1万ぐらいって言ってたよね。いくらだっけ、合計、ガス。電卓ちょっと待ってください。電卓必要なんで2ヶ月分でしょ、でも、いつ返す、いつ返せるかわかんない。知らん。それは考えろ。だって風呂入れなかったら、まあ、お母さんもやばいです。11,050円。やばいですね。11,050円。写真送る。から払えんのかな、海外から。楽天はいけるかもしれない。なんか他のやつ、口座は、この間ハワイ行ってた時に、会社のやつで必要ですって言われて、振り込もうと試みたんだけど、UFJ もできなかったし、SBI も全部ダメだったんだよね。認証ができなくて、海外から。海外から無理なんだ。楽天はできるっぽいから、ちょっとそれでやってみる。お、いけたっぽい。すご。うん、一応入れたな。1000。振り込みを行う。なんだ、藤川さんのこの間のやつ、登録しておけばよかったかな。あ、藤川登録してるわ。あの、リソナーのやつでしょ？あ、そうです。はい。1万いくら？15人で。1万？ 11,054円。が、あと、11,054です。54円。ワンタイムキーって言って。すごいっすね。海外から。メールに入らない。いけないからメールあ入れた。昨日ホットメールとかわかんないか。ホットメール認証できなかったから海外で。わかんない。ホットメールっていうのがあるんだけど、それは電話番号認証してくださいと。やっぱ日本に何？日本にないとできないみたいなこともあるんです、ね。日本にいないとダメですみたいな。はい、振り込めましたよ。うん。11,050円。ああ、ありがとうございます。すいません。はい。ということで、じゃあこれで15日に返せたら。返せたらっつった今。15日に返せたらっつった今。いや。15日が無理だったら25日なんですよ。ちょっと、でももう無理だった前提が入ってきたんですけど。それは何？バイトが15の入るのと25に入るの？あ、そうです。工場のバイトと？工場のバイトが、8月の末で、契約満了になったので、9月は全然働けてはいないんですよ。だから居酒屋のバイトと派遣が9月末でちょっと入ったぐらいで、居酒屋は10月15も入るの？あ、10月15日に入ります。もう派遣が 25に、はい、そういうことですね、はい、あとお金がないから休学したって言ってたはずなんですけど、休学しても全然お金がないじゃないですか。そうなんですね。休学の理由がちょっと変わったっていうか、今病気でって今言ってるんで。あ、まあまあまあ、そっか。まあそれはそうですね。休学したと同時になんか変な病気になったんで。犬はいるの？ちゃんと。あ、いますよ。あ、隣の部屋に。そもそもまあ 2K とかに住んでる時点でね、お金ないって人が。1K に住めやって思うけど。いや、いろいろトラブルになって、この部屋になったんですよ、ね。え、トラブル？はい。住民トラブルがあって、前、レオパレスに住んでたんですけど、言ってたね。隣がすごい、まあ、夜の営みっていうんですか、うん、すごくて、しかもその、挟まれてたんですよ、カップルに。うん、で、僕は真ん中で。で、これぐらいの時間帯になると、すごいから、もうそれで鬱になって、壁叩いても収まらないし、で引っ越すかってなって、ワンフロアに一部屋しかない部屋に引っ越すことになって今に至る。でもなんか、いや、ないっすよ、ないっすよ。引っ越すみたいなの来てたけど、コメントで店長引っ越すらしいっすよみたいな。ああ、それは一旦3月末ぐらいまで、まあ、岐阜に引っ越す予定でいます。ああ、なるほどね。岐阜に引っ越すっていうか実家に行くってことでしょ。実家に行きます。はい。一旦ここは引き払うっていうか、
またここに住み直すんですけど。住み直すの？そんなことできんの？わかんないです。できないだろ、普通。春日岡。できないですかね。また新しいのを探さないといけない。そりゃそうだよ。できないよ。そんななんかキープしといて何ヶ月とかできないから。ああ。え、そのまま借りっぱなしにしておくってこと？いや、してないです。一回畳みます。畳みます？店か。畳みじゃあ無理ですか。畳みつやつって今見てじゃねえ。なるほど、ね、分かりました。じゃあとりあえずあれこれ今日本は今金曜日になったんだね。じゃあとりあえず今金曜日になりました。じゃあ日曜日自己採点してくださいね。それでまたこれぐらいの時間なら、医学部模試ですよ、ね、これぐらいの時間なら話せるってことでしょ。医学部模試、はい、マーク模試じゃないの。え、医学部模試、あの僕勘違いしてて、あ、伝統じゃなくて医学部の、あの13日が医学部模試、あ、はい、で次の週が前頭のマーク模試だったっていう。あ、だったらいいや。じゃあそしたら日本帰ってからでやるわ。それ、はい。でもあの一つ今ちょっと問題が起きてまして。何？また。あの今河合先生と話してるんですけど、なんか受験票が届かない。受験票メールが届かないっていうか、うん、届いてはいるんですよ。受験番号はあるんちゃあるんですけど、あのログインできない、パスワードのログイン ID 設定した記憶がないんで。河合先生と、だからこれがわからないって言って、あなたの特技じゃない、ログインできない、ちょっと消えないで、違うんですよ、これあの画面消えない、名前出て消えないで、こっち編集で消さない、ああすいません、でなんでログインできないと受験できないの？あの受験票みたいなのはわからない、会場わかればいいじゃん別に、会場わかります、じゃそこ行きゃ行けるでしょ、あ行きますかね、まあいいや、とりあえずそれはじゃあ河合先生とやってもらって、まあ問い合わせしてもらって金曜だったら行ける、はい、はい、ま、今河合先生が問い合わせしてくれて。問題だらけ、もう自分でできないから共通テストも。え、共通テストのやつは届いたんでしょ？あ、届きました。で今卒業証明書、松原さんのところにあります。で卒業証明書はもう送ってはいないの？まだ送ってない。まだ送ってないです。まあ共通テスト側から連絡が来るのか、こっちからかけるのか分かんないけど、はい、まあ、とりあえずそれはやってもらって、多分共通テストのセンター側からかかってきたら送ればいいんじゃないかって。なるほどね。またそれで電話出ないとかないの？あ、仕事中だったら出れないですけど、まあとりあえずじゃあこっち側からも言うように、ちょっとじゃあ松原さんには伝えとくわ。はい、わかりました。ああ、はい、ありがとうございます。あ、はい、ということでだいぶ登場回数の多いてんちゃんでした。もうだってさ、1日おきに出てるから、だったの動画今日もなんか出てましたね。はい、ということでした。はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。天気ボコちゃん、ありがとうございます。はい、じゃあちゃんとガス代使ってください。はい、別のことに使わないでくださいね。そんなことはしません。キングみたいな。金魚みたい。あ、キングね。あ、キングって言いました。キングそんなことしてんだ、知らんかな。え、なんかパチンコか何か使ってるイメージが。そうなん、知らない。じゃあお疲れ。あ、お疲れ様です。